真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せっ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ。常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。そうだな、あなた様は父の自慢の弟子でございます。わかるんだ。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。米、
手だよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、取れたての梅、今が売れ時じゃ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで。ゲドゲ、明日の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制す。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。逃げろ逃げろ逃げろ。もう何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は。ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。切り裂け。
買いかぶりすぎじゃ。切り刻んでやる。なんでお願いだ、見逃してくれ。命乞い、そいつを楽にしてやれ。なもののふは誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。ボロ切れが。ほっ。この犬が、の化身か何かでございますか。かたじけない色木様。三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん、行くぞ。さあ、嘘を見て役立たずのクズ野郎が。はい、すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。相方が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。地理も積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配そりゃあ、たたずのクズ野郎が。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せ、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。そこで止まれ。Hey!
止まれ。退いておる。これは先生の行いか。